岡崎城がそびえ立つ愛知十二区。この地で雪辱を誓い選挙戦に臨んでいるのが、4年前ここにお集まりの皆様方に大変残念な思いをさせてしまいました。この戦い絶対に負けられないという気持ちで、強い気持ちで頑張ってまいります。開催するに、自民党の青山周平さん44歳。2012年から3度衆院選に立候補していますが、ここ2回は同じ相手候補に敗れています。背水の陣で臨む今回の選挙、選挙カーではなく動きやすい三輪バイクに乗り、がむしゃらに駆け回っています。そんな中、街頭演説で突然話すのをやめた青山さん、何か問題発生か。近づいてみると、もうね、痩せてみんなから気づいてもらえんくなっちゃった。あれ、全然違う人に見える。全然違う人に見える、ね。この女性、青山さんが幼稚園の教諭だった時の教え子のおばあちゃん。青山さんだと気がつきませんでした。いや、ちょっと痩せられた。そう。まあ、いい男でいらっしゃるけども、痩せられたのでびっくりしちゃった。こちらの女性たちも、そう、私まだだかと思って一生懸命こうやってな、まだおいでんかなと思ってたら、あ、そうだよね、今周平ですって言われたもんね、この数ヶ月間外歩いてても、もう僕だって気づいてもらえない、僕致命的なダメージでしたね、はい、実は去年12月まで165センチ87キロのぽっちゃり体型だった青山さん、健康に良くないとコロナ禍でダイエットにチャレンジ、徹底した食事制限でなんと25キロの減量に成功したんです。昔着ていたスーツはぶっかぶかになるほど痩せたことで、これまでにないほどフットワークもアップ。支援者からも若返った、印象が良くなったと大好評です。すごいね、25キロって大きいね。どうやって痩せたら教えてほしい。ダイエット後は血圧も下がり、健康的な生活を送っているという青山さん。さらにこんな意外なメリットも。家族で服がシェアできるようになった。家族、長男、次男、妻、僕全員同じ服を着れる。60キロ台に戻れるとはね。頑張ったね、父さん。頑張ったね。今回の選挙戦、キャッチコピーに掲げた言葉は、全力ムーブ。念願の選挙戦勝利へ、軽くなった体で動き回ります。こんにちは。そんな青山さんを一騎打ちで迎え撃つのが、愛知十二区の戦いを12日間戦い抜かなきゃいけない、これが私の使命であります。立憲民主党の重徳和彦さん50歳。前回の衆院選では無所属で出馬、青山さんを破り連続当選を果たしています。過去に3度も激戦を繰り広げた2人、実は同じ高校のラグビー部の先輩後輩。青山さんが痩せたことについて聞いてみると、まあもうね、もうね、自分のことしか考えられないので。選挙戦真っ只中ということもあり、ここはノーコメントでした。初めてのコロナ禍での選挙戦、有権者といかに接していくか。先日、重徳さんの実家にお邪魔してみると、重徳和彦の素顔に迫る同級生座談会、まず1。支援者と距離を縮めるため、高校の同級生たちとの SNS の生配信を企画したのです。支援者の方から怒られるかもしれませんけど、どちらかというといじられキャラでした。よくいじられてたんだよね。ラグビー部の合宿ね。それちょっとここで言っちゃった。非常に言えないやつです。盛り上がる同級生たちとの生配信。すると突然、台所に向かう重徳さん、何かを作り始めました。いいアサリが入ったので、そんな簡単なお味噌汁を作ろうと思います。生配信に付き合ってくれた同級生のために、三河湾で採れたアサリと
措置ですよ。八丁味噌を使った味噌汁を作っていました。コロナ禍で料理を始めたばかりといいますが、なかなかのお手前。しかし一筋縄ではいかず。どうした、雨降ってきた。あ、やばいやばい、どっち。いいのかな、結構これで、ね、ちょっと濃くしちゃおうかな。10分ほどで重徳特製お味噌汁が完成しました。気になるお味は、うん、大丈夫、美味しい、ちょうどね、美味しいよね、うん、あ、いい具合にできたな、はい、あ、ネギの量もちょうどいいや。久しぶりに作ったけど。お汁作ったんだこれ。え、そうだよ。あ、そうなんだ。そういう企画。そういう企画。あ、そうなんだ。そういう企画なんですよ。いや、うまかったからね。お母さんが作ったのがそういう。なんだよ。街頭演説に SNS 配信と幅広く有権者に訴えかけ、4期目の当選を狙います。4度目となる対決の軍配はどちらに上がるのか。衆院選挙の投開票は今月31日に行われます。